規制強化で業績が伸び悩む中国の IT 企業庁は中国企業に襲いかかった経済崩壊の結果、従業員を一斉解雇した話を解説していくぜ。相当業績が不安定な様子だね。急成長した中国の IT 企業だが、現在の状況は足踏み状態だ。中国国民は発狂問題だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。なあ霊夢、突然だが、リストラと聞いて何を思うだろうか？そりゃいい気はしないわね。企業の都合もあるだろうけど、尽くしてきた従業員には悔しさもあるかな。今日紹介するのは中国にあるゲーム会社だぜ。中国で有名なゲームって何があるのかな？アッシュテイル風の大陸、原神など、中国は世界的にもクオリティの高いゲームを開発しているんだ。日本でも社会現象を起こした荒野行動も中国の企業だぜ。そんな数多くのゲームを輩出してきた中国 IT 企業だが、思わぬ矛先が無期最大のピンチの中にいるんだな。どこのゲーム会社で起こったのかしら？世界最大のゲーム企業で、中国を代表する中の一つテンセントだ。このテンセント従業員に対して3割以上のリストラをしているようだぜ。すごい規模で縮小しているのね。IT 企業のリストラ事情はここ1年でメディアに取り上げられることが増え、現実を知る人々が増えたな。だが実際のところ2019年頃からすでに人員カットされていた形跡があったんだ。そうなのね。この会社はどんなサービスを提供しているのかしら？テンセントはゲームや動画サービス、モバイル決済など幅広く展開しているのが特徴なんだぜ。1998年に創業されてから2017年には、アジアの企業で売上高5000億ドルを突破し、Facebook さえ上回る業績を残しているんだ。Google、Apple、Amazon、Microsoft と並ぶ世界5大企業の一つなんだな。思った以上に大企業でびっくりしているわ。全従業員は6万人ほどいて、その中の約3割がリストラされるのではないかと噂になっているようだぜ。つまり約1よろず8000人が対象だと言われているんだ。相当な人数だね。テンセントでは幅広く事業を展開しているが、プラットフォーム事業、コンテンツ作成事業に関わっている人が4000人程度いるんだな。次に多いのが AI やクラウド事業で、2000人くらいだと言われているぜ。今回のリストラは約1よろず8000人だから、あらゆる部署が対象となっているんだ。部署の中で人員カットしていくことで、会社全体のスリム化に踏み込んでいるのね。人員カットに動きは止まらず、その後も継続されていて対象範囲が広がっているんだな。解雇率 15% を超える部署もあるんだぜ。やっぱり新型コロナウイルスの影響が大きかったのかしら？確かにコロナ災いによる外出制限により、出社できない従業員もいたんだ。それに日常の業務量も一気に減っているからな。テンセントの社員曰く、これらの状況を踏まえ考えても、人員カットは不可避とも言っているんだぜ。人員カットせざるを得ない経営状況だったのかな。売上を見ても足踏み状態が、続いているのかしら？2022年4月から6月期の決算発表では、同四半期の売上高は、前年同期比 3% 減1340億3000万円、日本円で約2兆6640億円だ。コロナ災いも踏まえ売上高を見るとマイナスとはいえ、大幅に人員カットに踏み切った理由が別にありそうに感じるわね。そうだな、純利益で見れば業績の衰退がよくわかるぜ。純利益は同 56% 減の186億1900万円、日本円で約3702億円となり、これは同年同期の半分未満の数字なんだ。これは業績悪化がよくわかるわ。結局リストラの理由は何だったかしら？リストラの理由として考えられるのは、戦略の抜本的見直しを進めるためだと言われているんだぜ。どう戦略が変わるのかな？コスト削減と効率化が進む中、事業を縮小しつつ、よりクオリティの高いサービスを提供する戦略だと考えられているんだ。別に大きな問題を抱えてのリストラ化は、定かではないところだな。一つ言えるのは、現在の中国でこのようなリストラを敢行している IT 企業は、テンセントだけではないということだ。他にもあるのね。他の IT 企業のリストラ状況を紹介するぜ。まず中国の最大店であるアリババだ。アリババは複数の EC サイトを運営しているな。コマーシャルでも見るよね。日本でいう楽天みたいな大企業だよね。そうだな、日本にも楽天があるが、アリババの売上は楽天をはるかに上回っているんだぜ。その規模はアマゾンに並ぶと言われているんだ。アリババは中国の独身の日に巨大セールを行って、1日で約 2.8 兆円もの売上を上げたこともあるんだぜ。スケールが大きすぎてびっくりだわ。
規模感の想像がしにくいわね。楽天の2016年の流通額が約4兆円と言われているから、この数字と比較するとわかりやすいかもな。わかりやすいわ。アリババも日本の多くの企業と提携していたわよね。日本の企業とも関連が深く、ソフトバンクの孫正義氏はアリババ創業時に約200万ドルを出資しているんだぜ。そんなアリババも実は、30% のリストラを行うのではないかと噂があるんだ。これらのリストラは計画されていたものなのかしら？いや、前々から準備していたわけではなく急に決まったようだな。そうだったのね。従業員も急な決定に驚いたことでしょうね。他にもあるのかな？次に紹介するのは TikTok を運営するバイトダンスだ。バイトダンスは2012年設立し比較的新しい企業だが、テンセントやアリババを上回るほどの成長を見せているんだな。TikTok は日本でも馴染みがあるから聞いてピンとくるかもしれないぜ。そうね、よく聞くわ。もしかしてこの会社もリストラの話かしら？そうだ、そんなバイトダンスもリストラの噂があるんだな。具体的な数字は出していないが、ゲーム企業や教育事業を大幅に縮小したと報道されていたんだ。テンセントやアリババのように、あらゆる部署がリストラ対象になったのかな？今回リストラの対象とされたのは青少年向け学習アプリ、英語学習アプリなどの教育事業のようだぜ。この会社もいろんなサービスを展開していたのね。続いて中国の検索ポータル最大手で、AI や自動車分野でも脚光を浴びているバイブだ。え、まだあるのね、中国の IT 業界大丈夫かしら。世界でも Google や Yahoo に次ぐ世界3位となっていて、中国では当然トップとなっている企業だぜ。中国では多くの人が使っているのね。中国人の 90% はバイブを使っていると言われているほどだ。むしろ使っていない人を探す方が大変そうだわ。バイブってどういう意味なのか気になってきたわ。何百回も乗って、意味があるんだぜ、ポータルサイトだから探し続けてくれって意味合いだな。そもそも、それほど普及しているのには理由があるのかしら？中国ではインターネット検閲があるんだぜ。だから日本じゃ考えられないだろうが、自由に海外の SNS が使えないことがあるんだ。インターネット検閲って日本には全くないわよね。そうだな、日本では行っていないが、ロシアなんかもインターネット検閲が厳しいと有名だな。そんな環境があるからこそバイブの普及は瞬く間に広がったわけだ。というのもバイブは検索機能だけではないんだな。他にどんな機能があるのかしら？Facebook に代わるような独自のコミュニティの運営や、マルチメディアサービスも展開しているんだぜ。まあ、なんてことかしら。そりゃ誰もが使う理由に納得だわ。この会社も例のリストラ疑惑かな？バイブもこれまで説明した企業のように、あらゆる部署でリストラを進めていると噂されているんだな。人工知能事業グループ、モバイルエコシステム事業グループなど対象にされているんだぜ。どこの企業もせざるを得ない状況があるのね。こう見ると中国の有名な IT 企業はほぼ何かしらの形で、リストラを行っているということだ。テンセント、アリババ、バイブはここ最近で純利益が大幅に減っている傾向はあるんだな。ここまで相次いでいるのはなんでかしら？リストラの理由は数多く報道されているが、企業によって抱える問題か、利益だけなのか他に何かあるのか明確ではないんだ。ただ理由の一つとして考えられるのがあるんだぜ。利益や事業縮小でもなければ、じゃあ他に何があるのかな？中国社員は日本の社員と比べて安定性がないことが考えられるんだな。社員が特化へ引っ換え入れ替わるみたいに、安定していないのかな？良くも悪くも日本より成果主義ということだ。どういうことかしら？例えば3回連続で目標を達成できなかったら解雇、事業から撤退する場合は配置転換を考えずにそのまま解雇されるんだぜ。厳しいわね。要はそのチャンス3回で決まるわけね。その分報酬は高いようだがな。それに中小企業ならば突然解雇されることも珍しくはないようだ。そもそも中国の IT 企業ではこのような大規模なリストラが日常茶飯事に行われていることかな？いや、中国の IT 最大手がこれだけのリストラを行うのは異常事態だと思われているんだな。ここまで相次ぐリストラに大きな原因があるのかしら？そうだな、想定されるいくつかの理由を説明していくぜ。まず中国が大々的に打ち出したスローガン、共同富裕の影響が考えられるんだ。どういう意味かな？共同富裕とは貧富の格差を是正して、すべての人が豊かになることを目指そうという謳い文句だな。一言で言えば格差是正だ。平等にしたかったわけね。簡単に言うけど実現するのは難しそうだわ。毛沢東が唱えたのが元になっているようだ。今回はさらに踏み込んで説明していくぜ。
高すぎる所得については合理的に調整し高所得層と企業が社会に多く還元することを奨励すると発表したんだ。もっと簡単に言うとどういうことかな？要は利益が多く出ているなら溜め込まずに中国政府に寄付しなさい。それは良い行いだよって内容なんだぜ。寄付を促しているわけね。 IT 企業といえばGAFAやシリコンバレーに拠点を置く企業が世界を支配してきたな。そんな中中国の近年での経済成長は目を見張るものがあるんだ。日本も追い抜かれて今や世界の経済大国となっている中国だぜ。中国は世界から見てどのくらいのレベルなのかな？2022年発表の世界 GDP 国際比較統計ランキングで中国は第2位だ。ちなみに日本は第3位だぜ。若者世代がいかに活躍していけるかでこのランキングも変わってくるわね。中国は本来社会主義国家のはずだがこの成長は、新自由主義経済の強い影響があってこそ果たされるんだ。本来の社会主義と新自由経済の違いは何かしら？社会主義は国民みんなが政府に雇われた労働者だから、大きな貧富の差や社会的な不平等が生まれないんだぜ。一方新自由主義経済は個人の自由や市場原理を再評価し、政府による介入を最低限とすることだ。だから新自由主義だと国が豊かになっても貧富の差が生じてしまうんだな。そうなのね。中国には富裕層が多くいるのね。2020年の時点で中国の上位 1% を占める富裕層が、中国全体の資産 30.6% を保有しているようだぜ。逆に毎月の収入が1000元程度の人が6億人いるようだな。日本円でいくらかな？1000元は日本円で1ヨロズ7000円だ。中国政府は国民の不満を解消するために、共同富裕を提唱しているという見方もあるぜ。政府の根幹は何だったのかしら？これは国民のためになのかもしれないし、政府を盤石にするために国民の支持が欲しいだけ、なのかもしれないな。テンセントとアリババも共同富裕の方針に追従する動きを見せているんだぜ。アリババは、共同富裕の理念を体現するモデル地区建設の支援などを掲げているんだ。早速動き出しているのね。2025年までに1兆7000億円を投入するそうだな。テンセントは低所得者の支援や農村部復興などのために、8500億円の資金を出すようだぜ。これにもある理由が関係していると言われているんだな。中国の動きはなかなかに激しいわね。実は近年中国政府による IT 企業叩きが話題となっているんだ。大企業が政府にとって目の敵になっているのかな。アリババは独占禁止法違反の疑いで、およそ3000億円に上る巨額の罰金を課せられているんだぜ。何をしたのかしら？自社通販サイトの出店者が、他のプラットフォームに出店することを禁止する二者択一の慣行を指摘されたんだ。テンセントも収益の柱の一つとなっているオンラインゲームが、規制の対象となっているんだな。中国政府は、国家が調整できないほどの巨大な企業を叩く傾向にあるというわけだぜ。大企業ほど目をつけられやすいのね。アリババとテンセントも政府に目をつけられるより、政府の方針に追従した方が得策と考えたってことだ。政府を味方にするためね。もう一つ考えられる大きな理由としては注目 IT 企業株価暴落の恐れだぜ。共同富裕の施策は大手 IT 企業を締め付けている側面があるんだな。大企業が思うように動けなくなるわね。そしてそれは、大手 IT 企業の技術革新の妨げにもなるという現実があるんだ。よって株価にも影響してくるんだな。中国企業の株主は海外投資家も多いんだぜ。そうなのね。海外投資家のメリットがあるのかしら？海外投資家はシンプルに、中国の企業が成長するならそのまま保有してくれてむしろ、買い足してくれるかもしれないんだ。だが今の中国の IT 企業の状況を見ると、海外投資家は株を売却してもおかしくはないってことだぜ。そうだね。ここまで暴落していたら保有している意味がないものね。もう一つ言うと中国 IT 企業は、自社の株を担保に資金を調達しているケースが多いんだな。株の価値って変動するわよね。つまり資金繰りが加速するってことだね。そうだぜ。株の価値は一定ではないんだ。さらに担保を入れろと要求されできなければ、株は売却され株価が下がるか、キャッシュフローが減るわけだぜ。株価が暴落すると元に戻すのは簡単じゃないものね。そうだな、株価というのは、一度下がるとどんどん下がっていくから厄介なものだ。そして株式市場というのは、やはり企業の損失に大きく影響してくるってことだぜ。テンセント純利益の激減は、投資事業の損失に足を縛られたからなんだ。大企業ほど利益だけでは厳しい現実なんだね。もちろん、テンセント自体も株が一時期に比べ落ちているが、全体的に厳しいってことだぜ。これだけ IT 企業に厳しい中国の中で、なぜこれほど IT 企業が成長していけたのかってことだ。それは今までは、政府が経済を優先していた傾向があったためだ。政府の決めたことは絶対なのね。本来中国の企業は、政府が決めたルールを守って事業の展開をしなければならないんだぜ。
ただ完全に政府に従っていれば、事業の成長の妨げになるケースもあるわけだ。政府の決めたルールに従いつつも従順すぎてもいけないのね。難しい掛け合いだわ。だからこそ、政府とギリギリのせめぎ合いをしていた企業も多かったようだぜ。法律的にはグレーでも、一歩踏み込んで成功して国に認めさせることが重要だったわけだ。特に IT 企業にはそんなやんちゃな企業が多かったようだな。ある意味やんちゃな企業でないと、中国では成功できなかったわけね。中国政府はそれを経済優先という観点で許していたんだぜ。厳しい規制で、イノベーションの芽を摘んではならないという気持ちが政府にはあったんだ。おかげで中国はデジタル大国になったんだけどな。デジタル大国になったのはいつ頃からなの？ここ 2.3 年の間に中国の企業に世界が注目するようになったんだ。1990年代には IT 産業を国の重要な分野として位置づけられていて、多くの施策を推進してきたんだな。これまでも動きがあったのね。この1990年代に何かきっかけがあったのかな？1990年以降多くの意欲的な若者が中国からアメリカやヨーロッパに留学し、その技術を持ち帰るようになったんだぜ。そうだったのね。中国がデジタル大国と言われるようになった背景には、この意欲あふれる若者たちの存在があったからこそなのね。さらに共産党一党独裁国家であり、党の戦略が一気に進みやすい環境も、IT 業界の急速な成長に拍車をかけたとも言われているんだ。IT 業界が果敢に挑戦して成長したのはいいが、政府が手に負えなくなるのは困るところだな。政府の狙いが思わぬ裏目に出ると対応しきれないわね。良い例があるから紹介するぜ。お願いね。中国最大の配車サービスディディだ。ニューヨーク証券取引所に株式上場しているんだな。だがその直後に中国当局が、国家安全法サイバーセキュリティ法に基づき審査を行うと発表したんだ。もともとディディは攻めの姿勢が強い企業で、今までもスレスレのことをやっていたそうだぜ。グレーゾーンで耐え忍んでいたのね。政府は見て見ぬふりだったってことかな。なんだかんだで政府は許していたそうだ。だがディディも今や生活インフラとして、極端に言えば国家や行政をしのぐほどの存在になってきているんだぜ。ディディも幅広く展開しているわよね。そうだ、ディディはすでに15カ国4000都市に展開していて世界的規模の企業となっているんだな。中国企業が大きくなることで中国政府の懸念材料として考えられることがあるんだ。それは何かしら？中国国内のデータ流出だぜ。確か日本でも起きているけど見えないところだからこそ怖いわね。他にもあるぜ。他に考えられる懸念点なんてあるかな？中国で影響力のある企業が海外上場すると、中国政府の許容範囲を超える力を持つかもしれないってことだ。政府さえも恐れる存在になるのね。その対象に大手 IT 企業はなりやすいってわけだぜ。ディディも今回の締め上げを受けて、2割のリストラを発表しているんだ。政府に踊らされてるわ。すごく簡単にリストラするのね。貧富の差がなくなるのは良いことかもしれないが、多くの人をリストラにしていたら失業者の増加を招くことになるんだな。テンセントは35歳以上をリストラの対象にすると言っていたそうだ。年老いてからのリストラは厳しいわね。だが中国では若年層の失業率もとても高くなっているんだぜ。中国の若年層の失業率は、2022年7月 29.9% と過去最高の水準に達しているんだな。普通に面接が順調に進んでいても、いきなり会社の都合で終わることも多いようだ。それは困るわね。とんだ巻き添えだわ。原因としてはやはり、大手 IT 企業が人員削減をする傾向にあることだな。中国の IT 業界が飽和状態になっていることも原因だと考えられるんだ。中国にも IT 企業はたくさんあるが、大体は物販のプラットフォームの事業だぜ。プラットフォーム事業って何かしら？日本でいうAmazonや楽天のことだ。中国はそれだけではなくビッグカメラや、ヨドバシカメラという実店舗がある企業もネット販売しているんだな。そうなると競争率が高くなるわけだ。中国は日本よりはるかに人口が多いから市場も大きいんだ。地上飽和による業績悪化は進んでいくことが考えられるってことだぜ。これからの中国 IT 業界はどうなるのかしら？かつて中国の IT 業界は不動産と並んで潤っていたが、これからどんどん厳しくなることが予想されているんだな。ここでこの記事について、いくつか反応が寄せられたから紹介するぜ。中国政府は政権を盤石にするために、共同富裕を掲げたのでは？これで本当に中国の経済は大丈夫なのか？そりゃ心配になるわよね。共同富裕より若者の失業率はどうにかならないのか。そうね、そっちにも目を向けてほしいわね。中国は不動産業界も IT 企業も終わったな。
これらの反応を聞いていると、中国経済を懸念するような声が多くあるよな。共同富裕を掲げても失業者が増えて経済が崩壊してしまったら、自業自得としか言いようがないぜ。中国経済が抱える厳しい現実はよくわかったわ。問題が一つじゃないから解決するのも大変だよな。リストラ、事業縮小、合法的経営、政府による規制とあらゆる問題を抱える中国の IT 企業だわ。急成長したものの維持できるのか見ものだね。今後も動きがありそうだが復活するのか、衰退するのか、中国 IT 業界の展開が楽しみだな。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回は鉄道開発に注力するアメリカが C 国製車両を利用した結果、日本に頼むべきだったと後悔するほどのハプニング続きだった話を解説していくぜ。何々大失敗だったのね。よほど後悔が大きいように感じるわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。霊夢は普段の交通手段で鉄道を利用することはあるか？日本の鉄道車両が海外展開し活躍しているぜ。今この日本の鉄道車両が、海外から非常に注目され高い評価を受けているんだ。そうね、最近はよく乗ってるわね。移動の手段としては欠かせないわね。アメリカには鉄道旅客輸送を運営するアムトラックという公共団体があるんだ。日本でいうところの JR だ。広大な国土を持つ全米の端から端を結ぶ鉄道は、国内の移動物資の輸送に欠かすことのできない存在だな。発足当初から経営不振や慢性的な赤字構造によって、線路の保守作業や車両の新技術導入など、安全面に対しての対策が遅れている状況で事故が絶え間なく起きていたぜ。ああ、アメリカさんも何やってんだかね。鉄道の最近の話題といえば、世界的に環境問題への関心が高まっていることで CO2 排出量の少ない鉄道が、再び注目を集めていることだぜ。世界の鉄道の中心とも言われている鉄道大国アメリカでも、当然この流れを無視することはできなかったわけだな。鉄道開発に力を注いでいるようだね。しかしその鉄道大国アメリカでさえも、新たな車両の導入の際にあの C 国製車両を用いてしまったことで、思いもしなかったハプニングが連続しているんだ。マサチューセッツ湾交通局、略称 MBTA は新型車両を導入に際して日本のメーカーではなく、明らかに不自然で入札価格の安かった。C 国のメーカーを選んで導入したぜな。C 国が、世界に誇る世界最大の鉄道車両メーカーである、C 国従社が日本の川崎重工業など、世界に名だたる競合企業の約に5割も下回る金額を提示して落札したんだぜ。かなり安いんじゃない心配ね。そうなんだ。その心配の通りこの C 国メーカーの車両は、連日のように問題の発生が続き、まともに機能しないという最悪の状態に陥っていると報じられていたぜ。2022年5月には、なんと安全を語る上で最も重要とも言える、ブレーキ部分のボルトの取り付けが不適切だったという事例が発覚したんだな。それからさらにその翌月にも今度は、鉄道車両の心臓部といっても過言ではない搭載していたバッテリーがトラブルを起こしているんだ。このように、次々と問題が発生しているんだぜ。この短期間に発生しすぎじゃないかしら。このように度重なる問題が5月以降だけで、2度も営業の運転停止に追い込まれてしまうという異常事態となっていたんだぜ。このトラブル続きの状態に住民からは、安物買いの銭失いだとの怒りの声が、多数上がっているんだ。安全第一をモットーとして世界的にも安全への徹底は、必要不可欠の鉄道なのだからそれが安かろう、悪かろうではシャレにならないぜ。その一方では、同じアメリカのワシントンでは、日本のメーカーが C 国のメーカーを出し抜き地下鉄車両の大型受注に成功したぜ。やったわね。ワシントン首都圏交通局、通称 WMAPA は2010年に日本の川崎重工業が手掛けているんだ。7000系地下鉄車両を2022年9月12日より、8編成64両から20編成160両に増やして運行したぜ。その後ワシントンの首都圏交通局は、こんな発表をしたんだ。2021年
3月に新型の地下鉄車両8000系を、日本の日立製作所に256両発注するとな。これは日本の高い技術力による結果と言えるわね。日本の旅客鉄道車両は丈夫でメンテナンスが非常によく行き届いており、その上とても使い勝手が良いと遠い異国の地で市民の移動手段として活躍しているのだ。世界各地で鉄道事業を展開する日本でもトップクラスの技術力を誇るメーカーの製品ということで、世界中から絶大な信頼が寄せられているんだぜ。反対に世界中で様々な鉄道トラブルを引き起こしている C 国だが、その原因はどこにあるんだろうな。鉄道事業での日本のメーカーと C 国のメーカーが抱える問題は、単なる技術力の差だけではないようだぜ。何があるのかしら？世界中で C 国製ではなく日本製が喜んで選ばれる理由に迫ってみるぞ。楽しみね。なぜ C 国は世界中で問題を起こしているのか、それは車両とその計画にあると言われているぜ。鉄道は一般的に自家用車に比べて高2の排出量が約80も少ないんだ。それが環境に優しい移動手段として近年ますます注目度がアップしている理由だぜ。世界各地を見ても高速鉄道の計画や車両の受注生産が好調で盛り上がりを見せており、鉄道への世界からの期待はどんどん膨らんでいくばかりなんだ。こうした中車両の老朽化がどんどん進んでいくアメリカでは、車両を更新する必要性が世間で大きな話題となりその需要がだんだんと高まっていったぜ。そうね、鉄道大国というぐらいだから自国のメーカーの活躍時よね。しかし現在のアメリカで鉄道旅客車両を作るメーカーは、時代の流れの中で淘汰されてしまい、もうほとんどが残ってないんだ。一応かろうじて残っているのが、貨物車両を製造しているメーカーのみで、鉄道旅客車両を製造となると価格の競争力がある、海外メーカーに頼らざる得ない状態なんだ。あらら、意外だわ。ちょうどその頃から低価格を謳い文句にして、それを武器に世界各国で受注実績をじわりじわりと増やしてきた C 国は、破格とも無謀とも言える条件を提示していたんだ。そして次々と世界各国の高速鉄道計画の受注に成功し、その度に実績とともに売り上げを伸ばしていったぜ。そこでまさに C 国の破格、いや無謀な入札額にまんまと乗せられてしまったわけだ。アメリカはその C 国製車両が、次から次からに引き起こしまくるトラブルに頭を抱える格好になってしまったぜ。だから、言わんこっちゃないわね。C 国マサチューセッツ湾交通局が発注先を選ぶ入札の際には、C 区20社の前身企業が日本の川崎重工業などの競合企業を抑え、約20から50も下回る金額を提示していたぜ。そんなに安くして大丈夫なのかしら？ C 国のメーカーが世界の鉄道大国であるアメリカで、鉄道旅客車両の大型受注に成功した初の案件だったとして、世界中で大きな話題となったぜ。C 国の鉄道メーカーの C 区20社によると、マサチューセッツ湾交通局から計404両もの大型受注の落札に成功して、マサチューセッツ州にある工場で量産を開始したぜ。その車両には、混雑時の乗降を円滑にするために扉を大きくする工夫がされたり、車内に列車の行き先や次の駅を案内する表示を設置したんだ。便利な機器を備えるなど工夫を凝らしていたのね。ところが運行開始後はトラブルを連発。C 国製の車両は2019年に営業運転を始めたんだが、そこはさすがに C 国製品だったぜ。アイデアは良さげじゃない。冒頭にて紹介した通り、ボルトやバッテリーの不具合以外にも数々の問題を起こしまくったぜ。米メディアによるとなんと運転走行中に、扉が突然開くといった異常や床下から異常音がするといった、普通ではありえない問題が次から次へと発生するとんでもない事態になったぜ。さらに2021年3月には、ついに運転走行中の脱線事故まで起こしているんだ。これじゃあアメリカ国民が安物買いの銭失いだと、怒りの声を上げるのも至極当然なことだよな。そうね、無理もないわね。幸いにも負傷者の報告がないのが、せめてもの救いとなったんだが、その後すべての C 区20社製の鉄道旅客車両の営業運転が、約5ヶ月にわたり停止する事態になったんだ。そして日本製ではなく C 国製を選んだ結果に対して、米国人からコメントが多く寄せられたんだ。一部だが紹介していくぜ。よろしくね。日本製の車両は初日から完璧な仕事をしてくれるすごいハイクオリティなのは間違いない。それでいてほぼ問題も起きない。C 国製の鉄道旅客車両はドアが作動しない。車内の信号がだんだん壊れ始めるといった機械的な問題がある。作りが雑で低品質さが売り、C 国の製造の人間は単純に機械へ魂の思いやりがないから、それが鉄道旅客車両の様々な問題に発展している。安い入札に飛びついたマサチューセッツ湾交通局の自業自得のようだね。高品質のしっかりとした製品にどうせだったらお金をかけるべきだったのに。C 国製ならしょうがないわね。
当然ながら安いだけの不具合だらけで、危険な四国製車両は猛烈な批判を浴びているが、そもそも四国の国内でも車両の故障率の高さが問題になっているぜ。2015年の1年間に発生した列車事故の件数は、驚きの210件余りで前年と比べて16も増加していて、車両の故障による事故はさらに45も増加しているというんだ。驚異の数字を叩き出しているわね。ちなみに日本の場合では2012から2016年の5年間に、係員による取り扱いのミスや車両や設備の故障といった、部内原因が原因の輸送障害は約40も減少していたぜ。そして故障による鉄道事故が最も多かったのが、高速鉄道だというのだから日本ではありえない話だな。さらにこの四国製車両の問題はアメリカだけにとどまらないんだ。日本製の出来はさすがだね。それに比べて四国製はどうしようもないわね。2016年頃から世界各国で破格の条件を提示しては、次々と高速鉄道計画の受注に成功している C 国なんだが、多くのトラブルを起こしているという事実があるんだぜ。破格の費用での受注をしたところまでは良かったものの、その後の評判は非常に悪いものだったんだ。ミャンマーやリビア、さらにはベネズエラにメキシコと建設計画がことごとく失敗に終わっているんだぜ。C 国もやらかすわね。他にもインドネシアの場合では、政治案件としてほとんどをただ同然で工事を受注するなど、嘘のような条件で C 国が落札したんだ。ところが工事の遅れは当たり前で、その上いい加減な計画には驚くしかなかったぜ。そればかりか、元からずさんな計画だったため資金不足になり、その結果2019年に完成予定のはずだった高速鉄道の完成は当初に比べ大きく遅れたんだ。なんと次の完成予定として、2023年6月と修正されたというから呆れてしまうぜ。それはないわ。なんとこの時に C 国がインドネシア政府に対して提出していた計画書は、日本のものと全く同じ中身だったようなんだ。入札金額だけが書き換えられているのではないか、日本側の計画案をパクっていたと疑惑が囁かれているんだな。さらにひどいのは2009年に発表されたベネズエラにて、450キロの高速鉄道計画があったんだが、これなどは現在ではほとんどが放棄状態となっているんだ。これにはもうお気の毒様としか、言いようがなく言葉が出ないぜ。ひどすぎるわね。当初の計画で完成までバラ色の工程で進む計画を提示しても、いざ実際始めてみると全く進まないのは日常茶飯事で C 国の典型とも言われていたぜ。大風呂敷を広げた割には、とんでもないどんぶり感情で常に揉め事がつきもののようだな。鉄道工事の専門家たちからは世界がやっと C 国のなんちゃってぶりにようやく気づき始めた結果と、一刀両断にされていたぜ。C 国もやらかしてくれるわね。世界が C 国のやらかしに気づいた頃、C 国製車両の悪評がどんどん広がっていたんだ。そうした中2022年にオーストラリアのゴールドコーストで、日本製の中古新幹線の導入が検討され始めていたぜ。市民からは中古でも何でもいいから安全な日本製が良くし安かろう、悪かろうの C 国の高速鉄道の質はやはり悪いとの声が上がっていたんだ。新品のはずの C 国製よりも、中古でも安全で高品質を保っている日本製が絶対いいと評価されたわけだな。そりゃそうよね。次から次への建設中止やトラブル続きの車両やらで、C 国の鉄道外交への不信感はうなぎ登りに急上昇だぜ。うまいことキャンセルできた国は、まだラッキーでいい方だとまで言われるようになっていたんだ。そしてついに2019年には C 国もアメリカで、初の高速鉄道を手掛ける予定だったが、着工直前に中止となったぜ。タイムリーかつ効率性を求められる作業能力が欠如していると、アメリカ企業からの信頼を失い C 国企業連合は合弁を解消されてしまったんだ。当然ね、製品の安全性を失うだけでも大変なことなのに、信頼まで失ってしまうことになった C 国にはため息しか出ないぜ。そんな C 国製とは対照的に、世界トップクラスの安全性と品質を誇っている日本製は、常に世界中で熱い眼差しを浴びているんだ。ここからは世界中で活躍する最高品質を誇る鉄道車両と、鉄道事業の日本の代表格である川崎重工業と、日立について話していくぜ。日本が誇らしい話大好きだわ。2021年3月アメリカのワシントン首都圏交通局は、新型の地下鉄車両8000系256両を、日本の日立製作所に製造を発注すると発表したぜ。車両の納入は2024年からスタートしオプションとして、最大800両までの車両を追加製造を発注する契約も含まれていたんだ。追加製造も含む契約の総額は最大で22億ドル、約2400億円のなんとも大型な契約となったぜ。日立の鉄道事業にとって、アメリカでの過去最大の案件となっているんだ。
日立さんやるわね。もちろんこの案件に C 国が指を加えて黙っているわけもなく、二大鉄道車両メーカーが合併して誕生した C 国重車が、ここでもまた横槍を入れてきたんだな。C 国重車は低価格を武器に世界各国で、受注をじわじわと増やし始め、アメリカ国内でも存在感を高めつつあったんだ。しかし以前から、ワシントン首都圏交通局、通称 WMAPA の鉄道車両の製造を多数担っていたのは、技術、品質ともに信頼のある日本だったんだぜ。2010年には、世界の大手鉄道メーカーを押しのけて、ワシントンの地下鉄の新型車両7000系を受注したのが、日本の川崎重工業なのだ。さすが日本の企業だわ。同社が設計や製造した新型鉄道車両は、安全性や快適性のクオリティ差が高く評価されて、その後の案件も順調に追加製造計画を獲得していったぜ。大成功ね。現在はワシントン首都圏交通局の地下鉄車両のうち、実に過半数となる748両が運行していて、文字通りワシントン地下鉄の主役になっているぜ。C 国重車も負けじと2016年にシカゴ、2017年にロサンゼルスと地下鉄の車両製造を獲得していたんだ。技術力が高いことを世界にアピールしようとする C 国重車にとって、8000系の受注獲得は喉から手が出るほど欲しい案件だったんだな。ところがやはり C 国重車が力を注いでいるとされたハイテクという部分が、いつも通り今回も裏目に出る羽目になったぜ。一体何があったのかしら。実のところ米国の権力が集中している首都であるワシントンの地下鉄には、国防総省通称ペンタゴンで国家機密を扱う人も少なからず利用していたんだ。そこで地下鉄に C 国重車制を導入することで監視装置が埋め込まれ、秘密裏に監視され情報収集に使われるのではないかと業界団体が声を上げたらしいんだな。ホワイトハウス当局者の会話や行動が、C 国に監視されたら情報が筒抜け状態となり、スパイ映画のような話が現実となるのではと心配の声が上がったぜ。国家の一大事ね。米国の議会や専門家らの間では、真面目に議論されているという状況には驚いたぜ。顔認証カメラを張り巡らせる C 国の監視社会のシステムが、米国にも持ち込まれ運用されるのではという警戒心も働いたそうなんだぜ。現在の最新鋭の鉄道旅客車両は、ただの箱としての運用ではなくコンピューター制御など、運行の効率化や安全対策のために多数のセンサーを搭載しているんだ。通信網を使いデータ自体のやり取りするため、必然的にサイバー攻撃というリスクも背負ってしまっているんだ。そうなんだね。2019年1月のワシントンポストの一面には、こんな見出しで掲載されたこともあったんだ。C 国製の地下鉄車両には、我々に気づかれずにスパイできる技術があるか？大勢の専門家は言っているその答えはイエスだ。それと比べて今回の場合は、白羽の矢が立った日立の最先端技術を最大限に活かした新型車両に、完璧な設備の数々を搭載していたぜ。アメリカの首都ワシントンを走るという特性を踏まえ、厳格なサイバーセキュリティ対策を講じるのは、もちろん当たり前のことなんだ。そりゃ安全性第一だわ。それからリアルタイムな情報などを表示するために、より鮮明なデジタル画面や、防犯のための高精細カメラなども備えられている徹底ぶりだぜ。ブレーキをかけた時に生じるエネルギーを電気として、回収できる回生ブレーキや換気システムまで改善され、軽量化とエネルギー効率まで高い技術を持つんだ。さすがと言える日本の技術力だね。また今回の日立による新型車両には、30年以上かけて培ったノウハウを用いて設計され、既存車両のデータなどを活かすことで環境にまで配慮ができるわけだぜ。どこまでも完璧なんだね、日立さん。品質からセキュリティ対策事業計画と、多くの場面で信頼をなくしつつある残念な C 国は、ついにアメリカの法律によって締め出しを食らう事態となったぜ。2019年12月に成立した国防権限法によってなんと、政府予算を計上して C 国製の鉄道車両やバスの購入することができなくなったぜ。そう、C 国製の購入を全面禁止とする条項が盛り込まれていたんだ。国防権限法って何かしら？そうだな、簡単に説明すると、アメリカの国防予算を決めるために議会が毎年通す法律ということだな。これにより C 国重車制の鉄道車両は購入禁止となり、日本の日立が勝利するという結果になったわけだぜ。日立はハワイのホノルルでも、無人での鉄道運転システムを導入しようとプロジェクトを進めていたぜ。アメリカで初となる自動運転システムの実現なんだ。自動運転といえば日本でも普及しているわね。ホノルル市の近郊にあるイーストカポレイト、市中心部のアラモアナセンターまでの20マイル、約32組の距離を21駅で結ぶ計画だぜ。まだまだあるのかしら。アメリカ本土で、フロリダ州マイアミデード交通向けの鉄道車両も製造しているんだな。さらにメリーランド州ボルチモアでも2017年に、地下鉄車両と信号システムを受注するなど大躍進をしているぜ。
日立製作所のアリステア・ドーマー執行役副社長は、日本の今後の鉄道事業への大きな期待を込めてこのように語っているんだ。北米は日立にとって、いや日本にとっても大きなチャンスがある市場です。そして数年もしないうちに北米でナンバー2のポジションを日立が獲得することでしょう。誇らしい限りだね。成功するためにとても重要なことは、お客様に対しての強い責任感や約束ごとの厳守の意識を高めること、高品質を維持すること、デジタル技術の向上なのです。これらをうまく駆使して、優位なポジションを築き続けることができれば、おのずと世界のトップレベルの戦いを続けることができると確信しています。もともと海外では、英国や欧州大陸で存在感を示している日立ですが、アメリカの首都であるワシントンでのデビューを機にこれからも北米での存在感も徐々に増していくだろうな。日本を知らしめるいいきっかけになるわね。もっとも日本の旅客鉄道車両や新幹線などでは、ATC と呼ばれる自動列車制御装置によって、厳格な軌道管理や走行管理がなされているんだ。事故を起こさない、これが日本の安全に対する意識や技術の高さにつながり、その安全基準は世界でも認める基準としてお墨付きをいただいたんだぜ。そうよね、この日本の安心安全を第一とする基準が、世界の基準となることを願わずにはいられないわね。エジプトでは、エジプト鉄道の老朽化が進んでいて、その対策として新しい鉄道を導入する計画があるんだ。鉄道なんて人を乗せるものだから、老朽化は危険だものね。ああ。その計画では、エジプトは自分たちで鉄道を生産して整備するのではなく、他国に頼るという方針を取っていているみたいだぜ。そして、現在は様々な国がその計画に携わるために声を上げているんだ。日本はどうなのかしら？もちろん、日本も乗り出したんだぜ。得意そうだものね。どこの国が中心となっているの？実は、隣国とも契約を結んでいるみたいだ。しかも隣国との契約の規模は、1兆円を超えているんだぜ。隣国製のものっていろいろな問題を起こすイメージだけど、それに1兆円分もかけて大丈夫なのかしら？そうだな。実はわずか3ヶ月で、致命的な欠陥が見つかって、エジプトが大激怒したんだ。やっぱり、そんなことになると思ったわ。最初から日本と契約していればよかったのにね。どうして、隣国にしちゃったのかしらね。エジプトは2012年に隣国の鉄道会社である現代ロテムと初めて契約を結んだんだぜ。当時の現代ロテムは、カイロ地下鉄向けに電車180両を受注する会社だったんだ。なんだか、その現代ロテムって聞いたことがあるんだけど、もしかして現代自動車と何か関係あったりするのかしら？ああ。現代自動車グループの傘下で、鉄道車両などの生産を主に行っている会社だぜ。このカイロ電車180両というのは、現代ロテムがエジプトから初めて獲得した、事業の一つみたいだ。なるほどね。隣国にとっても初めての挑戦だったのね。それで、現代ロテムはどのくらい儲けたのかしら？受注金額はなんと、3760億ウォンらしいぜ。これは、日本円に換算すると、約350億円というかなり大規模なものだぜ。すごい金額だわ。やっぱりこの額から見ると現代ロテムへの発注が、一番多かったのかしら？そうだな。当時の現代ロテムは、エジプト電車市場を支配していた日本企業を抑え、受注に成功したんだ。そうだったのね。驚きだわ。この180両の電車は、カイロ地下鉄の1号線で今現在も使われているんだぜ。いつから使われ始めたのかしら？2016年までに納品が完了しているという情報はあるが、使われ始めたのがいつからなのかは、はっきりしていないんだ。その後2017年には、現代ロテムがカイロ3号線の電車256両の発注先に採択されたんだぜ。これは、現代ロテムがアフリカ市場に進出して以来、最大規模の受注になったみたいだ。すごいわね。いくらだったのかしら？4330億ウォンだぜ。これは、日本円だと約430億円くらいだ。現代ロテムは、すごく儲かってるのね。その後、2019年には2号線の車両として、新たに受注が増えたみたいだぜ。こうして、現代ロテムはこれまでに、約1兆ウォン規模の受注実績を積んできたということだ。売上の伸びが、止まらないのね。ああ。そして近年、またさらに新たな車両の受注も受けているようだぜ。かなり、実績を積んでいるんじゃないかしら。もはや、カイロ鉄道もエジプトも隣国のお得意様になっているのね。そうだな。当時はエジプトからの隣国に対する信頼は相当厚かったはずだ。でも正直、韓国の企業に鉄道車両を任せてよいか、私は心配だわ。この件に関しての、他国の意見を少し紹介していこう。お願いします。これ生産体制とかどうなってんだろ？
数年で生産台数が激しく上下しても、工場側で対応できんのでは？受注を安定させるために、安値で取りまくるしかないんじゃないかな。需要があることが分かったので、ここから日本企業が狙えばいいよ。もう韓国は、人件費高いはずなんだろ。それに円も安いし、一部にはなるが、以上が他国の意見だぜ。他の国も、やっぱり隣国が受注、生産することを不安に思ってるのね。だが実際に、実績を上げているのも事実だから、そこに関しては何も言えないんだろうな。そうなのね。当時のエジプトの鉄道会社と現代ロテムの関係は分かったわ。でも、最近の2社の関係性はどうなのかしら？2021年以降エジプトと現代ロテムは、さらに関係性を深めていくが、これが変化があってすごく面白いんだ。一体どんな変化があったのかしら？2021年11月8日に、現代ロテムはエサムワリエジプト国家トンネル町長とエジプト国営鉄道会社とので、エジプトの地下鉄に、3号線車両320台を製造するという MOU を結んだんだぜ。MOU って何なのかしら？これは、契約や条約、協定などが正式に締結される前段階の合意文書のことで、日本語では了解覚書と訳されているんだ。正式契約の前に交わされるものであるため、ほとんどの場合は、MOU の内容に法的効力はないんだぜ。なぜ、これが必要なのかしら？契約に至るまでの過程において、双方が合意内容の整理や確認をすることに役に立つんだ。だから、正式な契約に至るまでに複数回取り交わされることもあるんだぜ。なるほどね。企業の MA などで MOU が交わされると、通常買い手は独占的な交渉権を得ることができるため、途中で取引撤回となるリスクが下がるんだ。また、売る側は、買い手の買収に対する熱量を測ることができるんだぜ。MOU は、法的効力はないが、契約時の補完となるため、内容は細かく確認、理解しておく必要があるんだ。これって、すごいことなのかしら？もちろんだぜ。どんな内容なのかしら？現代ロテムの技術支援と、エジプトの現地製造支援を通して、合計32台の電車のうち10台を組み立てるというものだ。つまり、エジプトと隣国の両国間で鉄道分野協力の MOU を締結したということだぜ。じゃあ、これからも現代ロテムが、エジプトの鉄道を作って納品していくということね。ああ、そういうことだな。今回、エジプトが電車の輸入先に現代ロテムを採択したのも、過去の実績のおかげだ。実際に、現代ロテムは過去10年間にカイロメトロの1、2、3号線事業に参加しているんだぜ。さらに、これによって約1兆ウォン規模で、電車484両の納品を行ってきているんだ。なかなかの実績ね。エジプトからしても信用できる会社に任せたいと思うものね。ああ。だから、今使っている鉄道を増やしたいんだろうな。国土交通部のウォン・ヒヨン長官は、契約式に送ったビデオメッセージで今回のカイロメトロ23号線の、鉄道車両供給契約は、両国間の信頼と協力で実現した意味深い成果で、エジプト国内の雇用創出だけでなく、鉄道技術の国産化と産業発展に、寄与するだろうと伝えているんだぜ。現代ロテムは、かなり大事にされていて、信頼につながっているんでしょうけど、ここまで取引相手にこだわる理由は、他にもあるのかしら？それは、過去にも生産だけじゃなく、鉄道の定期的なメンテナンスも行っているんだ。さらに鉄道だけじゃなく、エジプトの信号装置の最新の事業や、鉄道維持の専門人材育成事業にも、積極的に携わっているみたいだぜ。なるほどね。でも、隣国の企業にここまでこだわる必要はどこにあるのか、正直疑問に思っちゃうわ。他の国ともやり取りは行っているんだ。もちろん、日本とも取引をしているぜ。あら、そうだったのね。その話を聞きたいわ。そうだよな。2021年にエジプトと現代ロテムが MOU を締結したのと同時期に、日本の企業もエジプトからの車両を受注したんだ。どこの企業なのかしら？三菱商事と近畿車両だぜ。どんな会社なのかしら？三菱商事は、三菱 UFJ 銀行、三菱重工業とともに三菱グループの御三家と呼ばれているほど、大きな会社なんだ。そうだったのね。貿易仲介を中心とした公船を稼ぐビジネスが中心だったが、1970年代より資源開発への直接投資を手掛けるようになったみたいだぜ。1980年代には三菱食品など食品流通などのバリューチェーンの構築を展開し始めたんだ。そして、1990年代にはコンビニエンスストアのローソンを通じた、消費者マーケットの開拓など、多岐にわたって活躍しているんだぜ。すごいわね。じゃあ、近畿車両はどんな会社なのかしら？こちらは、大阪府に本社を置く、鉄道車両などの生産を行う近鉄グループの企業だ。どちらも有名で、大きな会社なのね。ああ。
エジプトの首都カイロで、地下鉄向けの車両を受注したみたいだ。日本が納品予定の車両は、どこの路線で使われるのかしら？現代ロテムと同様、首都カイロの地下鉄で使用される予定みたいだぜ。なるほどね。どのくらいの希望納品予定なのかしら？カイロ地下鉄4号線の第1期工事向けに、車両184両を納品するらしいんだ。カイロ地下鉄4号線は、利用客が多い地下鉄なのかしら？そうだな。カイロ中心部からピラミッドや、博物館などの観光名所を結ぶ新路線だからな。ええ、それは相当多くの人が利用することになりそうね。特に首都カイロでは、都市の発展による人口増加の影響で、公共交通機関の利用者増加と観光客の需要も、見込まれているんだ。だから、早急に鉄道路線の整備をする必要があったのね。ああ。ちなみに、2028年に開通予定だぜ。これに合わせて、日本製の機器で車両を製造し、2025から28年にかけての納入予定だそうだ。新路線の車両の生産に携われるなんて、本当に素晴らしいわね。この路線や鉄道がうまく機能すれば、カイロという都市の混雑や、渋滞の緩和につながるはずだぜ。そうね。でも、これだけの期待があれば、受注額もすごそうだけど、いくらなのかしら？受注額は、約400億円になるそうだ。ええ、やっぱりすごい額なのね。ああ、これは、国際協力機構である JICA が円約款にて、支援するみたいだぜ。日本への信頼の厚さが、伝わるわね。日本に任せてくれたのは、本当に嬉しいわ。実際三菱商事と近畿車両は、エジプトで過去50年以上、約1600両の車両納品実績もあるんだ。ええ、そうだったのね。だからこんなに重要な仕事を任せてもらったのね。ああ。特に三菱商事は、エジプトで1960年代から鉄道インフラの開発に、携わってきたんだぜ。そんなに長い関係があったのね。さらに2020年には、約900億円で4号線向けに改札など、鉄道のシステムに関しても受注してるみたいだ。だから今後も路線の拡張だったり、車両の取り替えなど取り組みに、期待されているのね。ああ。三菱商事は、日本の鉄道関連メーカーと連携して、安全性などの技術力を高めているんだぜ。だから、成長が見込まれるアジアや中東などの、インフラ開発にも多く貢献しているみたいだ。そうだったのね。海外での活躍は、全然知らなかったわ。特に中東では、鉄道の新設や延伸計画が増加しているからな。エジプトでの実績が、近くの地域での受注拡大に、繋がっていくかもしれないわね。ああ。日本の製品は、安全面や技術に関して、どこにも負けないだろうからな。三菱商事や近畿車両などの日本の企業が、世界で活躍してくれるのは嬉しいし、ぜひ応援したいわね。ああ、そうだな。世界でも信頼のある日本の技術と、比較されたら隣国も多少はダメージを負うと思うぜ。これだけ、日本の車両に対する評価が高くて、信頼が厚いと、隣国の企業にとっても相当なプレッシャーがあると思うわ。実は、隣国はすでにやらかしてるんだ。ええ、そうだったの？鉄道って人の命を預かっているから、結構やばいんじゃないかしら？どんなことをしちゃったのかしら？隣国の鉄道公社であるコーライルが、全国で運用する電車325車両のうち、31車両にて変圧器が故障したまま3年間走ってきたらしいぜ。ええ、恐ろしすぎるんだけど、どんな会社なのかしら？隣国の鉄道庁の公社化によって、2005年1月1日に発足した組織なんだ。国家鉄道公団が所有する鉄道関連施設を、上下分離方式で運営していて、旅客列車、貨物列車の運営を主に担っているんだぜ。他にも、隣国高速鉄道や広域電鉄の運行、鉄道博物館の運営までも行っている会社だ。なるほどね。大きな会社なのね。ああ。そして今回問題となっている部品は、緩い計測器らしい。緩い計測器って？これは電車の加熱を防止する安全装置なんだぜ。仕組みが全然わからないわ。一体どういうことなのかしら？電車に供給される高圧電流を、運行に必要な電圧に変更することによって、変圧器に大きな負荷がかかってしまうんだ。その負荷が大きくなりすぎることを防ぐためのオイルのことで、絶縁油が正しく回っているかの計測をする機械のことだぜ。そして、この緩い計測器が隣国産のものだったということかしら？いや、この機械は日本製だったそうだ。ええ？じゃあ隣国じゃなく、日本の製造に問題があったということかしら？いや、よく調査をしていくと、問題は別にあることが分かったんだぜ。しかし、隣国メディアがメーカー名は言及しなかったが、放送平電計器という会社のロゴとメイドインジャパンの刻印が写されたんだ。ええ、
じゃあ日本の製造会社に問題があったことになってしまうじゃない。結局、隣国メディアが緩い計測器には問題がなかったと説明することになったみたいだぜ。それなら、よかったわ。でも本当に隣国のメディアの報道は、気分が悪いわ。実際は、何が問題だったのかしら？実際は、緩い計測器が取り付けられた変圧器に、問題があったみたいだ。そして、その変圧器を製造したのが、現代ロテムだったみたいだぜ。ええ？どうせ隣国のことだから、現代ロテムも知りながら3年間も、黙ってたんじゃないかしら？ああ、その通りだ。しかも、最初は緩い計測器が悪いとして、日本を悪者にする報道をしていたんだ。自分たちに非があるのを分かりながらって、すごく立ちが悪いわね。事実を知っていたことは認めたのかしら？ああ、認めたが問題にはならないと判断して、何も対応しなかったことが分かっているぜ。さすがにメディアから指摘が出たから、慌ててリコール対応を始めたらしいな。悪いって分かってて何も行動しないのは、理由がどうあれ隠蔽だわ。でも、ごねずにリコール対応したのは意外だわ。一方で、現代ロテムに変圧器を納入した、下請け業者が別にいたらしく、それ自体に問題があったと抗議していたそうだ。またまた、隣国お得意の責任転嫁ね。本当に、どこまでも立ちが悪くてびっくりしちゃうわね。メディアはこれに対して、欠陥を問題視してこなかった現代ロテムと、高ライルの管理不足を批判的に伝えているぜ。確かに、KORAIL も3年間気づかなかったんだから、そこは問題よね。ああ。さらに、高ライルは現代ロテムにペナルティを課すことにしたみたいだ。いよいよ現代ロテムの積み重ねてきた信頼が、崩れ落ちる時が来たのね。隠さずに事実を認めればよかったのにね。ああ。この報道を見た隣国のネットユーザーから、様々な意見が飛び交っているから、少し紹介していこう。どんな意見があるのか楽しみだわ。お願いします。これこそが報道だ。安全不干渉がひどい。利用客、すなわち国民の安全より事実隠蔽にキュウキュウとする高ライル関係者たち。あなたたちは本当に正気か？自動車の部品に問題があるなんて、運転者がわかるわけがない。電車も同じだろ？日本からシステムを学んでも、操作を隣国人がするからうまくいかない。日本ではありえないこと。こういう面では、新日の方が良いのでは。以上が一部の意見だぜ。国内の車両でさえ欠陥がある国だから、他の国に輸入したものも安全性を疑わないと、とてもじゃないけど隣国製の乗り物には乗れないわ。ああ。残念ながら隣国製の車両により、被害を受けた国が存在しているからな。ええ？どこの国なのかしら？台湾だぜ。現在台湾にも、隣国の車両の導入が進んでいるが、想像以上にヤバい事態になっているんだぜ。ぜひ、聞かせてほしいわ。どんなことがあったのかしら？2018年に、台湾鉄路管理局は現代ロテムと、520両を253億台湾元で購入するという契約を結んだみたいだ。それって、一体いくらなのかしら？当時で、約1050億円ほどだぜ。ええ？これも、すごい大きな額だったのね。ああ。そして2021年4月に導入が決定し、2023年には発注した全車両の引き渡しが行われたんだ。これだけ大きな額で契約するなんて、台湾も相当隣国への期待を膨らませていたのね。ああ。導入当初は、台湾鉄道歴史上最も美しい電車だと期待されていたみたいだからな。そうなの？そんなに評価が高かったの？なぜなのかしら？従来の電車に比べて、重量が 10% 以上も軽いため、運行によるエネルギー効率も良いとされていたんだ。さらに、車内は Wi-Fi 接続も可能で、座席上段にはヘッドレストがあるなど、座席の快適性がかなり高いと高評価を受けていたんだぜ。確かに快適そうだわ。だが、見た目が美しいだけで、すぐに質が悪い車両だと判明したんだ。一体何が理由で、そこまでの評価をしちゃったのかしら？2021年11月にとある車両が、雨の中線路を走っていたんだ。これは、ちなみに導入からわずか数ヶ月だぜ。この車両が、大量に雨漏りしたみたいだ。電車が雨漏り？そんなこと起こるのかしら？どういうことなの？これが本当なんだぜ。乗客たちがいつも通り乗車中に、突然天井から水が落ちてきたみたいだ。ええ？最悪だわ。乗客たちは、慌てて別の車両に移動したらしい。雨漏りが起こる電車なんて、本当にあるのね。どんなレベルの雨漏りだったのかしら？たまに水滴が落ちてくるというレベルじゃなくて、シャワーのように天井から水が降ってきたみたいだぜ。何それ？ひどすぎて笑っちゃうわ。それでどうなったのかしら？今回の騒動について中国のメディアが、台湾が隣国から購入した高価な電車が、漏水したと報道したみたいだ。さらに、253億台湾ドルを投資してから、わずか3、4ヶ月ぶりで歴代最高の電車が漏水したと皮肉も込められていたんだぜ。中国の圧力はすごいわね。
台湾鉄道もこれに関しては、怒っていいと思うわ。台湾鉄道は、正しい漏水原因を確認中だとしているんだ。ええ、真面目なのね。なんだかかわいそうだわ。台湾鉄道庁は広告を通して、現在は、現代ロテムとの安全保障契約期間で、製品設計上の欠陥による漏水事故だということが、確認されたら、契約により製造業者に改善を要求する計画だと説明しているんだぜ。漏水事故当時って、雨の日だから電車を利用していた人はいつもよりも、多かったはずよね。そうだな。もっと驚く事実があるんだ。ええ、何かしら？こうした車両の事故が、なんと1年間で700回以上も起こっているそうだぜ。ええ、ひどすぎるわ。そう考えると、エジプトで現代ロテムの車両たちに、何もトラブルがないのはある意味奇跡かもしれないわね。そうだな。エジプトでは、そこまで雨も降らないし、地下鉄だからな。でも、他の問題が出てきてもおかしくないくらい、ロシアンルーレット状態だ。本当に恐ろしいわ。今回の話を聞いてより一層、隣国の車両なんて乗りたくないと思ったわ。環境的にも偶然何も起きてないのかもしれないしな。隣国も、自分たちの実力に気づいて、危険なところからは手を引いてほしいわね。確かにな。韓国のことだから、そこは期待できないがな。日本の技術の素晴らしさが、インドの地下鉄のデリーメトロの工事を受注したことで改めて証明されたんだ。またまた、世界で日本の技術の素晴らしさを披露できたのね。さらに、同じインドのムンバイメトロを中国が手掛けたことで、日本との技術の差が明らかになったようだぜ。あらま、中国も競い合う相手を間違えてしまったのね。そうだな。では、まずインドの交通インフラ事情から紹介していこう。お願いします。現在、急速な経済発展を遂げている、インドでは交通インフラ整備の遅れが、問題となっているんだ。交通インフラ整備って、よく聞くけど主に何のことなのかしら？これは、産業や生活など物事の基盤を整えることだぜ。例えば、道路という基盤を整備して、より交通が円滑に回るようにすることなどが、一般的によく使われているな。なるほどね。一気に整えるというのは難しそうな気がするわ。ああ、インド政府は、このインフラ整備の遅れが、経済成長の鈍化を促すのではないかと懸念し、鉄道関連の整備や再構築が見直されたんだ。実は、インドの鉄道の歴史は、日本よりも20年ほど早くから整備されているんだぜ。ええ、ということは、歴史はインドの方が長いけれど、日本の方が成長のスピードが速かったということかしら？簡単に言うと、そういうことになるな。当時のインドの鉄道は、インドを植民地支配していたイギリスが、資源の運搬用に整備したものなんだ。だから、そんなに早くから整備されていたのね。どれくらいの距離があるのかしら？なんと、現在は総延長距離6よろず2000クム以上もあるんだぜ。これは、アメリカやロシア、中国に次いで、世界で4番目の長さなんだ。上位3つの国は、広くて長いイメージがあるけれど、インドが4番目だなんて意外だわ。北側ヒマラヤ山脈から南側のインド洋まで広がっているからな。列車の数はどのくらいあるのかしら？旅客列車は約1よろず4000台で、駅は8000箇所もあるらしい。こうしてみると、インドは世界的鉄道大国のように思うだろうが、残念ながらそうではないんだぜ。運行時間の遅延は当たり前で、車内環境も悪いんだ。ええ、日本ではありえないことよ。そうだな。また、富裕層が使う一等寝台車と、庶民が乗る二等客車では、運賃が10倍以上も違うんだぜ。ええ、どうして、そんなに運賃の差があるのかしら？インドの格差社会が、鉄道の運賃にもそのまま反映されているということだ。つまり、インドの鉄道事業は、事業開始以来ずっと変わらないままということね。ああ。だから、インド政府はこれらを変えていくために、先進国の力を借りることにしたんだぜ。昔の日本も、西洋諸国の影響を取り入れて、経済発展していったものね。ああ。それと同じことだな。そして、その一つがムンバイメトロにおける、中国の協力だったんだ。だから、インドのムンバイの地下鉄を走るムンバイメトロは、インドの交通インフラ整備の一環として、建設された都市高速鉄道網なんだぜ。なぜ、中国に協力をお願いしたのかしら？中国は、高速鉄道の海外輸出に積極的で高速鉄道だけでなく、インドには地下鉄車両も輸出しているんだぜ。初めて知ったわ。じゃあ、インドでは中国の地下鉄が走っているのね。そういうことだな。都市高速鉄道網では、中国製の地下鉄車両が、たくさん走っているぞ。ただ、
インドと国境を接する中国の二国間には、様々な衝突があり、特にインドの人々は中国をライバル視する傾向があるんだ。地下鉄車両を輸出したり、鉄道網の整備を協力するくらいだから、とても友好的な関係なのかと思っていたわ。中国のニュースアプリである共闘上が、中国製の車両がインドを走ることに関する、インドの人々の反応を紹介していたんだぜ。これが、中国とインドの関係をわかりやすく表しているんだ。そうなのね。とても興味深いわ。中国を見下しがちなインド人も、中国式発展モデルを認めている。しかし、インドはこれを真似ようとするも、彼らには謙虚に学ぶ姿勢がない。その結果は、まさに虎を勝ちて犬見る S。今後も高貴なインドが頭を下げて、教えを請うことはないだろう。と、記事では皮肉な言葉で、インドを批判しているんだぜ。すごく、上から目線な言い方なのね。まあ、中国らしいわね。実は、インド国内では中国の地下鉄車両の使用に関しての批判的な意見が多数見られるらしいんだ。そうなの？どんな意見があるのかしら？どうして中国製なのか、他に選択肢はなかったのか、中国製品の不買運動をしているのに国内製造業が打撃をかぶるのでは？といった意見みたいだぜ。インドでは、中国製品の不買運動まで起こっているの？ああ、中国製品の不買運動や抗議デモが頻発しているのは確かなんだ。小売業界団体の全インド商人連盟 CAIT は、3000の中国製品のアイテムをリストアップしたんだぜ。そして、2021年まで230億ドルもの中国製品を、ボイコットすると宣言したくらいなんだ。そんなことがあったのね。全然知らなかったわ。しかし、中にはインドが自国で作るならば、倍の時間を要する、そもそも、インドから中国製品をなくすことは不可能。などと指摘している、一部の理性的インド人もいるんだぜ。そして、これを受け入れていると話していたんだ。確かに、日本でもメイドインチャイナと表記の製品をあちこちで見るから、全くなくすことは簡単ではないわよね。ああ、中国は特に、経済大国としての自負もあり、地下鉄車両の他にも世界に輸出する、自国製品に対して強い誇りを持っているみたいだぜ。確かに、ニュースの記事からも、中国がインドに対して抱く、強い優越感が伝わってきたわ。ああ、だから、インドの人々からすると、中国との様々な衝突がある中で、中国製品に頼らなければならない現状に複雑な思いでいっぱいだろうな。じゃあ、インドの人々が日本に対して抱く感情は、どうなのかしら？これは、非常に好意的な意見が多く、むしろ感謝の気持ちを抱く人が多いようなんだ。嬉しいわ。でも、どうしてそんなに好意的なのかしら？なぜかというと、日本が貢献したインドの鉄道整備がきっかけみたいだぜ。インドの首都デリーでは、地上高架鉄道と地下鉄の建設を、交通インフラ整備の一環として、急ピッチで進められていたんだ。実は、インドの鉄道は長距離の輸送に重点が置かれているが、近距離鉄道網に関しては、不完全な状態なんだぜ。確かに距離に関しては、世界で4番目の長さを誇っているものね。ああ、近距離鉄道網のための交通手段としては、主にはバスや自動車となり、それによる交通渋滞と排気ガスによる公害が大きな問題となっているんだ。なるほどね。日本の地下鉄のように、近距離での鉄道の利用はほとんどないのね。その通り、これらの問題を解決するために作られたのが、地下鉄デリーメトロなんだぜ。ここに日本は、第1フェーズの計画段階から円借款供与を継続的に行いながら、この地下鉄の建設にも携わってきたんだ。円借款供与って何のことかしら？これは開発途上国に対し、返済期間が長期で低金利の円資金を供与する日本政府の融資制度のことだぜ。国同士でも、こういった融資制度というものがあるのね。ああ、今回の地下鉄の工事のように、開発途上国の産業開発や国際収支の改善などの、経済安定化のための援助を目的としているんだ。そして、2002年のレッドラインの開業から、2021年の第4フェーズ完了までの総延長距離は、439無になったそうだぜ。これは中国に次いで、世界第2位の都市鉄道網となっているらしいんだ。すごいわね。ところで、レッドラインっていうのは何のことかしら？これは、インドのデリーにある、シャヒードスタール駅からリターラ駅までを結ぶ、デリーメトロの鉄道路線のことだぜ。この路線の大半の駅は高架駅になっているそうだ。なるほどね。デリーメトロが初めて、開業させた路線ということね。ああ、
それまでのインドにおけるインフラ工事では工期が計画通りに収まらず、大幅に遅れるのが当たり前だったみたいだぜ。しかし、日本が建設に携わったデリーメトロ工事では、区間ごとに前倒しで完成することもあったそうだ。さすが日本だわ。だから、計画よりも早く大きな都市交通網を完成させることができたんだぜ。工期が遅れるのが当たり前だった現地の担当者からすると、日本のこの仕事の速さは、すごく驚いたんじゃないかしら。ああ、みんな驚愕だったみたいだ。デリーメトロ公社の初代総裁である、スリダラン氏は、最初の現場説明の時から、日本の技術者には驚かされた。私が集合時間の3分前に行くと、そこには全員ヘルメット姿で整列する。日本の技術者たちの姿があった。恥ずかしながらインドの技術者が全員揃うのには、それから10分以上の時間を要したのだ。が、日本の技術者たちは誰一人として文句も言わない。もちろん、整列したままね。インドの技術者が全員揃ったところで、日本側の責任者が、初めて苦言を呈したんだ。8時集合とは、8時から作業を開始するということ。そのスーツは何ですか？それで作業を行うつもりですか？返す言葉もありませんでしたね。悔しくなった私は、翌日15分前に現場に行くとすでに日本人技術者たちは全員並んでいた。次の日は、30分前に行った。すると、日本の技術者たちが着替えていた。私はこの時ようやく一緒に着替えることができたんだ。我々は日本人から様々な大切なものを学んだよ。一つが納期だね。彼らが常に口にするのが納期だった。工程を無事に終了させる。1日たりとも遅らせてはならないと。彼らは常々そう言い、我々も気がつけば納期という言葉を使い始めていたね。彼らの労働は感心するほど真面目で正確。それは一緒に働くことでわかる。そして、彼らは働くことの美学も我々に教えてくれた。気がつけば、この巨大プロジェクトは当初の予定よりも2月半も前倒しで終了していた。こんなことは、インドでは初めてだったから。非常に驚いたよ。工期を守る大切さも思い知らされた。工事に尽力してくれた彼らには感謝しかない。そして、次に運行に関する。日本人指導者が来てくれた。彼らも非常に優秀で私たちのそれまでの考えを改めさせてくれた。彼らが使ったのはオンタイムだったね。これがまたすごくて、ドアが閉まるまで4秒、それから5秒で動き出す、まさに秒単位で正確に行動させられた。電車が止まる場所も誤差は3センチ以内と、正確な運行管理を徹底させられた。その結果、今デリーメトロはわずか数分の誤差範囲で、正確に運行されている。これは、インドの公共交通機関の中でもここだけだろう。これは本当にすごいことなんだよ。インドでは、数時間の遅れも日常茶飯事だからね。我々は、日本人から資金援助や技術援助だけではなく、非常に多くの貴重なものをもらった。最も感銘を受けたのは、働くことの価値観、労働の美学、つまりは日本の文化そのものだろう。それまでの価値観が根底から覆されたからね。と述べているんだぜ。とても嬉しい言葉ばかりね。インドの人々が日本に対して、好感を持ってくれている意味がわかったわ。彼の他にも、このインフラ工事を通して、多くの作業員が日本人は我々に技術以外にも多くの大切なことを教えてくれたと感謝しているんだ。私たちにとっては、ごく当たり前のことを伝えたつもりが、インドの人々には労働の価値観が根底から覆されるほどの、衝撃だったようね。ああ、そうだな。現在でも、デリーメトロは全車両に空調が完備され、快適な車内空間が維持されているんだぜ。車内空間が改善されたのは、短距離であっても鉄道を利用する人からすると、とてもありがたいことだわ。また、ラッシュ時には2分半の間隔で正確に運行され、人々に感謝されているんだ。2分半の間隔って、日本の都市部での地下鉄並みね。ああ、この間隔は、世界レベルとも言える運行密度なんだぜ。さらに、定着しなかった乗客マナーも、整列用のラインを引くなどの乗客指導の努力のおかげで、少しずつ改善していっているみたいだ。また、日本と同じく女性専用車両を導入したため、女性の安全対策と女性の社会進出に大きく貢献するとも言われているんだぜ。女性専用車両まであるのね。なんだか発展途上国とは思えないわね。そしてなんと、デリーメトロは2022年で開業から20年を迎えたんだ。素晴らしいわ。だから、運営するデリーメトロ公社や日本政府の関係者らが、式典を開いたんだぜ。国際協力機構 JICA は、
この20年で286駅が建設され、全長は約390キロで、1日あたりの乗客数は約500万人だと発表したんだ。そして、これは世界最大級のメトロに成長したとも伝えているぜ。成長のスピードも言うことなしで、さらに日本人が協力して作り上げた鉄道を、これだけ多くの人が利用してくれていることが嬉しいわ。そうだな。また近年、デリーメトロ公社は、日本以外のインドネシアやバングラデシュ等の国のメトロ事業と協力も進んでいるんだ。それらの国々は、ほとんど日本が支援する国なんだぜ。デリーメトロ公社の世界における存在感も大きくなっているのね。そうだな。そして、何よりも日本の影響力が点から線、そして面へ、広がりを見せている証だ。こうして、インドの交通事情というのは、日本文化に触れたことで確実に、進化をしているんだぜ。なんだか、こうして人と人のように国と国が協力し合って、お互いに高め合っていける関係って素晴らしいわよね。ああ、その通りだな。デリーメトロは、まさに日本とインドの友好関係を象徴する事業だよな。ではここからは、デリーメトロの成功に関して、インドや他国の人々からも感謝や、驚きの声が寄せられているから、その一部を紹介していくぜ。お願いね。日本ありがとう。快適なデリーメトロは最高だよ。こちらこそ。この感謝の言葉が日本の技術をさらに向上させてくれるのよね。ムンバイメトロにも乗ったけど、こっちの方が快適だし断然いいよね。あら、中国も日本と比べられてかわいそうだけど、真実だから仕方ないわよね。渋滞も遅れもなくて助かる。毎日の通勤や通学のストレスが、少しでも軽減されたならよかったわ。日本に感謝だ。デリー市民にとって、便利で快適な交通機関だよ。車内空間の快適さは、乗客にとっては一番と言えるほど、大事だものね。素晴らしい地下鉄システム。日本人技術者に感謝の気持ちを送りたい。このプロジェクトがあってよかった。私たちこそ、こうして協力できて本当によかったと思うわ。まさに世のための仕事をした日本。これからも、日本は大活躍していくはずよ。私の国は、金をケチって中国製を採用しちゃった。日本製の価値に気づくべきだよ。あらま、どこの国の方なのかしら？後々のことを考えると、きっと良い製品のものの方がいいわよね。アメリカにも、地下鉄を作ってくれないかな？フィリピンの交通事情も助けてほしい。発展途上国だけでなく、世界各国からもこうしてお願いされる日本は、本当に誇らしいわ。以上が、デリーメトロに関する、世界中の人々の声だ。この言葉からも、日本の指導者たちがインドの発展のために、大きく役に立てたことがわかるわね。批判的に受け止められてしまった中国と、感謝と感動を与えられた日本の差は、技術だけでなく取り組む姿勢から生まれたんだと思うぜ。本当にその通りだわ。ではここからは、日本と中国の新幹線技術が比較されていることについて解説していこう。鉄道だけでなく、新幹線技術も比較されているのね。ああ、現在中国の高速鉄道は、世界各地で幅広く使われているが、もともとは日本の技術提供から始まったんだ。しかし、現在では低価格で推し進める中国に対し、日本の高速鉄道は、負けてしまうことがあるんだぜ。ええ、そうなのね。確かに良い商品を低コストで抑えて売るのは、簡単じゃないものね。ああ、最近だと、インドネシアの高速鉄道計画が、まさにこの例なんだ。これは、当初ほぼ日本が受注すると言われていたんだが、低価格と工期短縮を謳う中国に、負けてしまったんだぜ。一説には、中国案が日本のものと酷似しているとも言われ、日本としては腑に落ちない結果だったみたいだ。それは、納得いかないわよ。ただ、このインドネシアの高速鉄道計画で、肩を落としたのは日本だけではなかったみたいだぜ。ええ、そうなの？どこの国なの？実は、中国の高速鉄道計画の進行はずさんで、書類などの不備からのスタートだったんだ。だから、その後も工期の遅れと問題が連続して起きた結果、予算を大幅に上回ってしまったみたいだぜ。ええ、せっかくの低価格が、これでは元も子もないわね。ああ、そしてインドネシア政府は、頭を下げて日本へ支援依頼をしようと、協議したんだ。結局そうなってしまうのね。なぜわからなかったのかしらね。インドの事例をからも、日本への依頼の有無とその明暗が見事に分かれた結果だと言えるな。こうして、インドネシアの鉄道事業では、中国に負けてしまった日本だが、負けっぱなしではないんだぜ。
そうなのね。安心したわ。実は2015年日印首脳会議で、インド高速鉄道ムンバイアーメダバード間の案件を、日本が受注することになったんだ。ここでのライバルはフランスだったが、関係者の努力により見事に、日本の新幹線方式が採用されることになったんだぜ。計画では、約500キロの区間を最高時速320キロで走行し、所要時間は約8時間から2時間程度へと、大幅に短縮されるみたいだ。そんなに短縮されるのね。いつ開業の予定なのかしら？開業は2023年の予定だったが、土地収用の問題などもあり、少々延期になるみたいだぜ。早く日本の新幹線が、広大なインドを走行するところも見てみたいわね。ああ、そうだな。こうして、日本の新幹線方式が採用されたことは、背景としてデリーメトロの実績も大きく影響しているんだろうな。デリー近郊では、デリーメトロのおかげで鉄道環境は改善されたが、他の地域ではまだ鉄道事故も、多発しているのが現状だ。大都市のムンバイでは、鉄道事故により1日に数名が、亡くなってしまうこともあるみたいだぜ。確かに、デリーだけではないものね。一気に改善するのは難しいけれど、少しずつ改善していかないといけないわね。ああ。だから、インドとしても鉄道の安全性は、絶対に手に入れておきたいことだったんだ。そのために、オペレーションやメンテナンスで、優れる日本の新幹線方式が採用されたんだろう。価格競争では負けてしまっても、日本の信頼と安全を最優先するやり方や仕事ぶりは、変えてほしくないわ。そうだな。現代は、効率化や利益追求を求められがちだから、日本のものづくりは時に時代と相反する位置に、置かれることもあるんだぜ。でも、今回のインドの件で、日本のものづくりの素晴らしさが、再認識されたんじゃないかしら？そうかもしれないな。日本のものづくりには、労働に対する価値観や美学、日本の文化そのものが詰まっているからな。そうよね。ただ、物を作ればいいわけではないからね。そこに向かう姿勢や、使う人のことを思う気持ちを異文化の中で生活する方に、理解してもらえるのはとてもありがたいことだ。その通りね。これからも、日本の鉄道技術が世界中の国に伝えられるはずだわ。さて、コロナも明けて旅行気分にでもなるところだが、新幹線に乗ったりする機会も増えてると思う。ということは鉄道絡みのお話？そう、K国が作った高速鉄道の話をしていくぜ。高速鉄道？新幹線じゃないの？そうそう、実は新幹線というのは日本だけで、世界的には高速鉄道って言うんだぜ。それは初耳だわ。日本が言う新幹線は新しい幹線鉄道っていう意味で、主な区間を時速200クム以上で走行できるんだぜ。さらに、高速鉄道のコンセプトを世界に広めた存在で、速度、輸送力、安全性において世界の高速鉄道の先駆けとなる存在なのだよ。確かに、安全性は大事だわ。人を乗せて走るわけだからね。そして日本の新幹線は開発に開発を重ねてとうとうすごいスピードを手に入れたんだぜ。時速200クムより速いってことかしら？そう。間もなく日本の新幹線は、東京名古屋間を40部で結べるようになるんだぜ。え？今は1時間40分くらいかかると思うけど。そう、今はね。でも、近い将来そうなるのだよ。東京名古屋間を40分って、それ一体どういうスピードなの？時速で言うと約603クムだぜ。時速603クム？普通の自動車の高速道路が時速80キロ走行と考えたら、とんでもないスピードだな。これは2015年4月21日に行った走行試験で実際に取材クルーの目の前で出された記録なんだぜ。つまり、嘘ではないってことね。この新幹線の名前は、リニア中央新幹線。2027年の開業を目指している新しい新幹線なのだよ。さすが日本の研究開発は素晴らしい。まあ、安全面を考慮して、実際の営業運転速度は時速500クムぐらいになるそうだ。それでも、東京大阪間は67分で行き来できるようになるぜ。なんと40分くらい短縮するとなると、日本各地が身近なものになるんだな。実はこれを追い越そうと K国が時速600クムの高速鉄道を作っていた話を知ってるか？おお、真似大国渓谷。そこも真似しに来たのね。でも、そんな速い鉄道、渓谷にあったかしら？まあ、速い話が現時点でも、そんな高速鉄道を作れてはいないのさ。でしょうね。この話は渓谷のお粗末な建設業の様子が手に取れる話なんだぜ。とりあえず、詳細を聞かせて。もちろんだ。
まず、新幹線という呼び名は日本だけのものだから、ここからは高速鉄道という呼び名に変えて説明していくぜ。わかったぜ。渓谷さんが日本を真似て作った高速鉄道の名前は通称ヘム、正式名称を HEMU430X と言うんだぜ。ヘム？渓谷語かしら？いやいや、ハイスピードエレクトリックマルチプルユニットの英語の頭を取ってヘムにしたようよ。へぇ、渓谷語っぽいのにね。実は、ハングルでは？と表記するようよ。それにも意味があるの？そう、ラッキーにも、このの漢字表記は、韓国で縁起が良いとされる海上の霧を表す海霧と、速く走行することを意味する波の2種類があるそうよ。へぇ、じゃあ HEMU430X の 430X にも意味があるのかしら？ヘムはまず、時速430km を目指して作られた車両なのだよ。なるほど、だから430ね。じゃあ X は？エクスペリメント実験ってことよ。なるほど、実験ね。まあ、最初っから名前に実験ってつけてるくらいだから、本当には走れない運命だったのかもしれないわね。名は体を表すってことかしら？名は体を表すわ。人や物の名はその実態や性質を示すってことだから、そういったことではもう、運命は決まっていたのかもね。HEMU430X ヘムはつまり、430km のスピードが出る実験車両ってことね。そう、設計最高速度 430km、 営業運転速度は 370km を目指して作られた車両なのだよ。なるほど、それは現在の日本の新幹線の営業運転速度を微妙に追い抜いてる感じなのね。その通り。東海道新幹線の時速は 285km、 山陽新幹線のぞみ、みずほなどは時速 300km、 北陸新幹線と九州新幹線は時速 260km で走ってるんだぜ。新幹線といっても、地域によってスピードは全然違うんだな。そう、そして、秋田新幹線はやぶさと小町が宇都宮と盛岡間を時速 320km で走ってるんだが。この 320km が日本での新幹線最高速度なんだぜ。ということは、ヘムは設計最高速度 430km、 営業運転速度は 370km だから、営業運転速度で日本を抜きたかったのね。今の新幹線を超える存在としたかったんだろうな。その通りだぜ。2020年の実用化を目指したヘムは、2013年の試走走行では時速 421km をマークするんだぜ。へぇ、 421km までは出せていたのね。すごいじゃない。数字だけで見るとそう思えるわね。違うの？だって、日本の新幹線の今の最高速度は、時速 320km なんでしょ？いやいや、今の日本の新幹線のスピードと比べて驚いているようだが、全力で時速 421km だということを忘れないでいてほしい。どういうこと？日本で営業運転の速度の最速が時速 320km ってだけだってことさ。実際にはもっと速く走れるってことね？その通り。一番安全に、そして最速に走ることができる、それが重要だわ。たくさんの人を乗せて走るんだからね。だから新幹線は本当はもっと速く走れるのよ。そうだったのね。時速 421km の記録なんて、日本の新幹線は27年も前のに出してる記録なのだよ。そんなに昔に？でも、渓谷さんはそんな知識もなかったようね。じゃあヘムの話をもう少し詳しく聞かせてくれる？2012年5月16日に京全線秋葉原中央駅から試験車両を出荷して、その出荷後20ヶ月間、合計138回の増速試験を行ったのよ。渓谷の割には、結構ちゃんと試験走行はしたのね。そして、10ヶ月後の2013年3月28日午前3時2分46秒に最高速度である 421.4km を記録したわけ。じゃあそれはちゃんとした記録なのね。その試験走行 421km を成功させた渓谷の鉄道技術研究員たちは、日本の営業運転速度を上回る鉄道ができたと大いに触れ回ったんだぜ。え？営業？試験ではないの？試験走行で 421km 出せたことによって、勝手に営業運転速度は 370km だと言い切っていたんだぜ。なるほど、数字的に日本に勝てる数字にしたかったってことね。そして、自慢した一個大国渓谷は、2016年4月にメディアを招待してヘムの試乗運転を行ったんだぜ。渓谷の新聞中央日報では、フランス、中国、日本に続き4番目のスピードを記録って報道してたからな。世界的に高速鉄道の速いものはどんなのがあるの？当時だと、中国上海のマグレブ、CR400、ドイツの ICE3、
フランスの TGV そして日本の JR 東日本英語系。その次がヘムってことね。それは2016年の順位で、今では抜かされてるけどね。え？抜かされてるの？今はモロッコのアルボラク、スペインの S103 が挙げられるかな。モロッコ予想外の国がランクインしてるのね。まあ、警告はもう開発していく気がないんだろうからな、これ以上の順位になることはないと思うな。開発していく気がないって、それは一体どういうことなの？ヘムはもう開発もされなければ、走りもしないってことだよ。ええ？だって2000億ウォンもかけたんじゃないの？じゃあその、2000億ウォンもかけたヘムの試乗運転の様子について話してみるぜ。待ってました。公開の試験運転前までに最高速度が421クムを記録したヘムだけど、各国を招いて行った試走運転では、時速303クムしか出せなかったんだぜ。え？運転営業運転速度を370クムって言い張っていたんじゃないの？まあそうね。じゃあそのヘムは嘘で世界を騒がせたってこと？いや実は、2012年5月16日に京全線秋葉原中央駅から試験車両をしてから10ヶ月間、合計138回の増速試験を行ったんだ。警告にしては真面目ねえ。そしてついに、2013年3月28日午前3時2分46秒に最高速度である 421.4 クムフを記録したんだよ。じゃあ全てが嘘ってわけではないのね。過去に出していた時速自体は嘘ではなかったらしいんだけど、別のことに問題があったんだぜ。別のことって何かしら？まず、渓谷が高速鉄道を開発するにあたって参考にしたのは、フランスの TGV だったんだ。ああ、世界3位のスピードを持つ車両ね。ところが、フランスと渓谷では地形が全然違うのだよ。地形？フランスは平野が多く、地盤が比較的硬いのに対し、渓谷は山岳が多く、緩い地盤が少なくないんだ。確かに、フランスは広がってるイメージ、渓谷は渓谷が多いイメージだわね。車両はともかく、地盤やトンネルといった土木技術はフランス式に合わせるわけにはいかない。そこが整備の最大の課題になったんだ。そりゃそうなるわよね。日本の JR 元幹部は KTX に乗ると、トンネルの出入りでキーンという激しい高音が耳につくって話してたようよ。え？トンネルの度にそんな音がしたらたまらないわ。日本の技術ではクリアできる課題を韓国の高速鉄道は今も抱えているそうなの。どこまでも、見当違いが多い国ね、K 国って。でも、ヘムの車両は一応完成はしたのよね。そう、一応の完成をしたヘムだったんだけど、まあ、車両の問題で速度が出なかったわけじゃないんだ。え？なんと渓谷の線路がヘムの速度に対応できてなかったんだぜ。え？線路？線路が速度300クム以上では使えない代物だったってことさ。線路が？って、それはおかしな話じゃない？一人で開発してたわけではないでしょうに、そんな大事なことにどの研究員も気づかなかったっていうの？そうなんだよな。え？だって何年もかけて開発したんでしょ？10年くらいの年月はかかってるからね。10年もの間、誰一人気づかなかったの？そういうことになるな。その程度の研究員が作る乗り物、もう事故の予感しかしないわ。まあもともと、渓谷は鉄道事故大国だからな。鉄道事故大国そんな渓国がよく、高速鉄道を作ろうと思ったもんだわ。事故がそうとかよりも、日本に勝ちたいだけの国だからな。人を乗せて走るものなのに、安全じゃないなんて絶対乗りたくないわ。そもそも、一応走れたヘムだが、騒音は思ったより少なかったようだけど、振動がひどかったらしいんだ。振動がひどい高速鉄道なんて想像ができないわね。本当、何がしたいのか渓谷の行動は全く意味不明だわ。全くだわ。そんな渓谷の鉄道事故はどんなものがあるの？渓谷の鉄道事故の中でも、理解不能ナンバーワンと言っても良いのが、2014年5月2日に起こったソウルでの地下鉄事故だな。それはどうひどいの？まず簡単に言うと、渓谷のソウル特別市のソウルメトロ2号線上大十里駅で発生した列車衝突事故のことなんだよ。列車衝突事故、一体何人が負傷したのかしら？ソウル市内の上大十里駅で車両の不具合のために停車していた電車に、継続の電車が衝突して388人が負傷したんだぜ。日本でもたくさん報道があったから記憶していたわ。この事故は死者が出なかったのが奇跡というくらいの事故で、これにより渓谷さんの安全は考えない気質が露呈されることとなったんだぜ。それは一体どういうことなの？ J
前年の2013年に警告は電車のブレーキ系統に大量の不良品を使っていたんだぜ。ええー、それは酷すぎるわね。通関書類や検査機関の認証証偽造までして、基準に達していない警告製の部品をフランス製純正部品と書き換えて納入していたんだぜ。嘘は細かくつけるのね。しかも、賄賂により、偽造部品であることを知りつつ納品を認めていた幹部もいたんだぜ。それはもう、安全より金ってことね。ちなみに、ブレーキ系統への偽造部品の種類と量もすごい数で29種1万7千個にも及んだんだぜ。ちょっとすごすぎるわね。さらに言うなら、その部品をどこに使ったか、わからないそうなんだぜ。フランス様は良い迷惑だな。安全意識が日本とは全く違うというのが他の事故でもよくわかるんだぜ。さあ、話してもらおうか。内里駅爆発事故はもう、幼稚園児でもわかるくらいの安全感のなさだからな。そんなに？電車というのは人以外も運ぶじゃない？そうね。1977年11月11日、ダイナマイトと電気雷管などの高性能爆発物を正式な責任者を乗せずに運んでいたらしいわ。え？そんな危険なものを？さらに言うと、この爆発は確実に人災確定なのだよ。そう。夜中に内里駅に停車中、明かり欲しさにろうそくに火をつけたんだ。なるほど、それが引火したのね。その通り。でも、ろうそくで火がついたケーキみたいな想像とははるかにスケールが違うのよ。どんなスケールなの？核実験以外で起こる爆発事故の歴史に残るレベルなのだよ。核実験と比較されちゃうってこと？ダイナマイト40トンが爆発するなんて想像もできないだろうけど、内里駅には直径30ム、深さ10ムの巨大な穴が開くレベルなんだぜ。駅の周りはどうなったの？駅周辺500ム以内の建物の大部分が破壊されたのだよ。そうなると負傷者の数は？59名の死者、1100名以上の負傷者、1800棟の建物が全半壊、合計で7800名の被災者が出たんだぜ。信じられない規模だわ。さらに言うと、信じられないことにこの時の輸送員は助かったんだぜ。え？それは一体どういう状況なの？詳しくはわからないけど、自分の身の安全は守れたみたいよ。はぁ、全く考え方が理解ができないわ。安全を全く考える気がないなんて日本じゃ考えられないわよね。そう、日本の新幹線は安全な乗り物と言われているからね。そもそも、日本の新幹線は開業以来現在まで死亡事故ゼロだからな。え？何か死亡事故があったような気がするけど。火災事故や駆け込み事故は列車運転中の事故ではないのでカウントはされないんだよ。なるほどね。東海道新幹線なんて、1年に運ぶ人数は日本の総人口より多い 1.68 億人。1時間あたり、19本走行してんだぜ。それは在来線と同じくらいの本数だぜ。つまり、3分に1本が走ってるけど死亡事故は0件ってことなのだよ。安全が確保できるって幸せなことだぜ。ただ、警告の事故のおかげで日本の安全がさらに確固たるものになったりもするんだぜ。それはどういうこと？2003年2月18日に起きた手口下鉄放火事件。結構最近の事件ね。手事故ではなくて、事件？そう、この地下鉄の事件は、一人の自殺志願者が起こした人災なのだよ。なるほど、それで事故ではなく事件なのね。自殺志願者の男が飲料用のペットボトルにガソリンを入れて車両に乗り込み、それを振りまき散らして放火したのだよ。他の人を巻き込むなんて。この放火によってなんと、乗客など192人が死亡して、148人が負傷する大惨事になったんだぜ。電車じゃ逃げ場がなかったからな。その逃げ場にも問題があったんだぜ。どんな問題があったの？まず、火がついてすぐにこの電車は止まっていないんだぜ。え？その名も火の車じゃない。まあ、それは置いておいて。なんとこの火のついた電車は3分間。全く異常を知らされることなく、走り続けたんだぜ。いやいや、それはおかしい。火災発生時、地下鉄の指令センターは状況を把握できないどころか、防災管理能力も乏しく、火災を誤作動だと思ったらしいんだぜ。誤作動と思って動かないとか、本当に安全のことを考えてないんだな。誤作動という思い込みの上に、対向列車が炎上してるこの電車に隣接して停車する形となってしまって被害は拡大。その後指令センターが指示を出すものの、すぐに運転士に対して何も指示を出さなかったので、指令が出た時にはもう、時すでに遅しね。
でもまあ、この事件をきっかけに日本の鉄道も安全をさらに見直せるようになったからね。まさに反面教師ね。消防法令の改正や鉄道事業者に対しての施設や車両の防火管理設備などが追加設置されることになったのだよ。さらに日本の安全は確保されたわね。スピードも安全も全てがめちゃくちゃでもう、渓谷の鉄道だけは乗りたくないわね。安全に関して言うならば、車両だけじゃなく、鉄道に関わる全てのことをちゃんとしなきゃいけないのよ。そうね。ヘムだって車両は作れていたんだものね。その通り。高速鉄道は国の勝ち負けのために作るものではないからね。勝ち負けにばっかり目がいって、開発から10年も経って線路が対応していないことに気づくってまったく。でも、その後ヘムはどうなったの？最高速度ランキングが追い抜かれていることでわかるように、開発はおしまい。あと、渓谷の鉄道公社のコレイルと開発会社の現代ロテムの間で価格交渉で揉めたっていうのもある。そりゃ、最速でもなく、直すところがいっぱいの車両なんて、誰も買わないわよね。つまり、あれやこれや壁にぶつかって線路や信号の改良は中断されたままで、ヘムの開発は打ち切り。打ち切り？じゃあ今、ヘムはどこにあるの？渓谷の鉄道施設公団に放置されたまま。渓谷の国民にとっても巨額な税金が使われてるんじゃないの？そう、だから外国に売ろうという話もあったみたいよ。完全にもう開発する気がないのね。しかもまあ、その開発費もよくよく考えたらお粗末なものだからな。普通開発にはどのくらいの金額をかけるものなの？例えば山陽新幹線は、新大阪岡山間約160キロを工事費約1700億円かかってるんだぜ。渓谷の2000億ウォンは日本円だと200万円。それは安い。なぜこんなに安く作れるの？そう、そこなんだ。車両だけ見ると、16両1編成では約40億円だから思うよりは安いんだ。そうね。とはいえ、単位が億だけど。でも、結果的には新幹線の建設費用があるから、40億円なんかじゃ到底賄えないんだよ。なるほど。ちなみに、九州新幹線 137.6 区で約6400億円かかってるからね。何にそんなにお金がかかるの？じゃあヘムの開発って。まあ、とても真剣に安全を考えて開発したとは思えないってことよ。金額だけを考えたら大変な額だけど、ちゃんとした開発をしようとしたらそんなもんじゃダメってことよね。そう。全くもって具の骨頂なのよ。さらに言うなら、もともとそんな速い高速鉄道が渓谷に必要なのかってことなんだぜ。それはどういうこと？渓谷の面積を考えたら、全くもって600クムの時速で行くようなところはないのよ。そうか、渓谷の大きさは10万、200キロ平方メートル。それに対して日本の大きさは378キロ平方メートル。国土面積も日本の4分の1。山口県から愛知県くらいまでなら、そんなに急いで行くこともなければ、途中下車の方が多いくらいだわ。そんなことも考えずに2000億ウォンを突っ込んだのね。身の丈というか、国の丈に合わないことをしようとして案の定失敗というわけね。そう、そして、反省からの学ぶをしない国というのも露呈されたようなものだわ。確かにね。作るだけ作って使えない。まるで幼稚園児ね。日本の子供が電車遊びでまずすることは、線路を引くこと。そんな単純なことがわからないとか、本当どうかしてるわ。まあもう、ガラクタを作って遊んだ10年だったって割り切っているのかもね。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。